皆さんこんにちは。材木屋の親父とせがれ、親父の八田金也です。はい、せがれの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、青森ヒバについてご紹介していきます。はい、親父さん、本日ご紹介するのは、はい、青森ヒバ。青森ヒバ、こちらですね、はい、うん、おー、すごい白くて綺麗、優等生ですね。これも優等生ねえ、うん、青森の場合も青森ヒバの場合も蓄積がどんどん、うん、どんどん取られちゃったんで、相当少なくなってますね。はいはいはい。しかもこういう広い木自体も、うん、減ってるんで、うん、なかなか貴重な材では。貴重。体形木もともとよく取れる？いや、そんなにあのもともと太い木ではない。ああ、そうなんですね。あ、じゃあなおさら貴重ですね、うん、はい。木はちなみにどういった特色が、うん、あのこれもヒノキと同様に水に強くて、さらに虫にも強いっていうことで、はいはいはい、建築用材だと土台に使う。ああ、土台ですね、はい、おお、うん、ただ高級材のもんだから、うん、あのそんなに、使う場面は多くな。なるほど、高いんですね、うん、そう、うん、テーブルとしてはいかがでしょう、うん、テーブルとしてもそうたくさんはないので、うん、あの希少価値としては高い、ね、うん、それとその耐久木がないということもあって、うん、希少ですね、うん。木はってアスナロ、アスナロとかって言います？うん、うん、言いますね。お、うん、アスナロ、明日にはヒノキに昇格するみたいなっていう、うん、そういう意味でアスナロって。へえ、あ、そういう語源なんですね、うん、でも決してあの格は下なわけではなくて、うん、うん、あの十分建築用材としても価値の高いですよ。うん、あと、まあ、これ青森ヒバっていうことで青森で取れましたよってことですけど、あとなんか名産地みたいなところは、うん、あの全国で取れるといえば取れるんですけど、あと有名なのは木曽のヒバ、はい、木曽のアスナロ、はい、うん、っていうのが有名なのと、うん、あとは能登ヒバって言って、能登、うん、石川県の能登半島、はいはいはい、ヒバも有名ですね。お、地域によってちょっと名前も呼び方も変わってて、はあ、あの北陸方面行くとアテとかっていう。アテ、うん、へえ。木にはね、こう、まあ、アテの春木って言って、うん、なんだろうな、育っていく間で曲がってるところが硬くなっちゃって、うん、うん、あと狂いが大きいっていうことで、うん、それをアテっていうんだけど、へえ。アテが出やすい木っていうこともあって、うん、そういうアテという名前。あ、そうなんですか。もします。へえ。まっすぐ育たないですか？うん、まっすぐ育つではないけど、あの、どの木でもそうだけど、斜面に、はいはいはい、うん、斜面に育つとこうなるでしょ。確かになります。うん、うん、それでここの部分が、ここの部分が耐えなきゃ、力を耐えなきゃいけないんで、うん、その部分が硬くなるね。おー、その部分が部分的に硬くなるので、引いた時に、うん、そこがあの組織が複雑というか、硬すぎて、うん、変形しちゃう。おー、なるほど。あと色はヒノキよりもちょっと青っぽいっていうかな、お、赤みが少ないよね。はいはいはい、うん、青みが強いというか赤みが少ない。ちなみになんか見分けるポイントってあるんですか？ヒノキと今。匂い。匂い。うん、おー。匂いは全く違う。全く違う。なんとなくヒノキとヒバって同じような匂いなのかなって勝手に思ってたんですけど。ヒバのがちょっとツンとする。あ、ツンとするんだ。うん、へー。